ました。ソフトテニストラベラー、イエーイ。ということで今回はですね、ただいま千葉県は市川駅に来ております。本日はこの人と一緒に福島県に向かいたいと思います。よしです。よしです。いやさん、運転よろしくお願いします。いや、喜んで喜んで喜んで、なんつったウーロンで喜んでウーロンでフェイソンさんのね、送迎係なんで、はい、いや、ありがとうございます。本当に今日は普通に T 橋との旅動画をあげます、はい、よかったら楽しんでてください。ういえい。それでは行ってきます。行ってらっしゃい。はい、ということでただいま森屋パーキングに来ました。ここ大きいね。大きいパーキングにやってまいりましたよ。なんか食べるの？お腹空いたんでね。僕は松屋を食べたんで、もう食べます。でかいな。サバがあるのいいね。 T 橋がなんか俺の歩き方の真似できるらしいから、ちょっと見てみよう。そんな歩き方してないだろ。そんな歩き方しちゃいんわ。店に行ってるもん。一緒一緒。そんな変な歩き方してる。手乾いてないですか？とりあえず T 橋がなんか買うんでね、それを見に行きましょうか。宝くじやろうよ。スクラッチやろ。ワンピースを、はい、5枚で宿で削ろうよ。結果は宿で。おう、そうです。ソイラテ、ソイラテの T ソイラテ王子。ソイラテ王子。車どこ？どこ本当にここ今さ、福島まで何くらい？あと200キロちょっと。マジ3時間ぐらい、はい、30分ぐらい。やばいわ。違反だ。公開違反言ってるわ。30分ってさ、何キロ出せば着くんだろう。200キロって400キロで30分。なるほどね。おい、なんか晒すなよ、そういうバカなところ。なんか自分頭いいキャラになってるから。キャラなの。頭いいキャラで売ってるんです。あ、そうなの、はい、頭いいキャラで売ってるんだ。はい、全然結構シャシャしてる。引き消しでやって、もうちょっとしたら拭くんですよ。あ、そうなの。拭いたら拭き落とす。マジたこ焼き。たこ焼きだけ食ってからでいいっすか？うん、それはそうだ。やだ。はい、どうぞ。あ、すいません、ごちそうさまです。美味しい。ありがとう。お手元、お手元にお手元、足元にお手元、足元にお手元、膝元にお手元、持ってる持ってる、一膳。うまこれ。匂いがもう。匂いうまいね。かつお節がすごい踊ってるわ。ペイソンさんごちそうになってるんで、お先にペイソンさんどうぞ。はい。食べるんかいおい。なんだよそりゃ、いただきます。めちゃくちゃうまそう。うん、程よくぬるい。スタバの時間だよ。すまん、うまいわ、うん、いいね。車内のたこ焼きもいいね。でも俺は銀だこが一番好きだ。わかる、わかる。でも関西の人ってさ、銀だこ嫌うんだよ。え、なんか分からんけど。よかった関東で。うん、よかった関東で。タコ大粒ね、これ。大粒ないっす、うん、日本。あー、ごめん。あーガチじゃん。よいしょ。あー、助けて、ごめんみんな。あー、すごい、やばい、壊れた。危ねえ、危ねえ、ごめん。タ
まった。すいません。いや大丈夫大丈夫、ペイソンさんに買ってもらったやつなんで。ちょっとゆっくり食べますわ。たこ焼き落とした。何？どこにある俺の落としたたこ焼き。どんなになってんの。どんなになってんの。うわ、何これ何みたい。言わせよ。何やめろよそれ、俺まだ食ってんだよたこ焼き。まあ、ペイソンさんがね、たこ焼き1個落とした間に6個食ったっすね。早かったマジで。すぐだね。すぐおやつっす。でまだパンも買ったでしょ。はい、スタバの。福島へレッツゴー。はい、ということで到着しました。寝てたらあっという間に着いた。ティアシありがとう。いやね、寝たらあっという間に着きたんで、本当にもうティアシには感謝です。うん、ペイソンさんに声話しかけようとしたら寝てるから。そんな白目向いてたか。おお、すごい広いな。インドアってテンション上がりますねこれ。あ、すごい、ティーハシ頑張って。夫婦しちゃうぜ夫婦しちゃうぜ。おー、いいね、上がってるよ、最高最高。あ、ネット低いんじゃないって視聴者に言われるよ、もっと上げないと。ネット低いんじゃない。はい、こんなもんですかね。低いかな。回してる姿を見せるよ。これサムネにしよう。あ、いいね、これでいこう。こんばんは。ヒカキンさんが好きなの？俺ヒカキンさんだよ。ブーンブーン、ほら。可愛い子に会えました。いちゃはちゃ。また後で。じゃあね。はい、ということで本日の宿に到着しました。一人部屋なんですけど、めちゃくちゃ広いとこ泊まってくれて、もうありがたいですね。もうやばい。ちょっとお部屋紹介しましょうか。すごいですよこれ。もうね、いいよね、日本人はやっぱり畳に布団だよね。こんな感じで高い壺が置いてあってね、椅子もあって、あ、編集ここでできるじゃん、素晴らしい、楽しい、これは楽しいぜ。おテレビも大きいし、で見える夜景を見ましょう。夜景がない。真っ暗いですね。すごいすごい。でお風呂がね一番気になるね。でも大浴場もあったんでね、楽しみですね。ちょっとこっちがトイレ。あれ、お風呂は大浴場マミか。行くのかな、 T 橋行くのかな。はい、ということで T 橋の部屋来ました。あのスクラッチのこと忘れてて、スクラッチをあの取ってで、ね、終わりたいと思います。はい、じゃあ T 橋一緒にやろう。じゃあ、あ、それあ、ちょっと立つのか。スクラッチやってきます。お金を恵んでください。削る、あー、やばい、小銭がないよ。俺は。ったそうだ、小銭持ってきてないや。え、何がいいんでしたっけ？ 10 円？ 5 円？ 5 円、5円がありますようにっていう、ね。あ、じゃあペイソンさん10円で。あ、なんだ。自分5円で。わかりました。当たったか、外れたか。どこ入ってんの？ここが入ってんの？うん。ちょっと、入って。これね。30スクラッチ。このね、左の赤枠の中削ってください。 ABC どれでも横一列に同じ柄が3個出れば当たりらしい。横一列なんだって。横一列？うん、そう。まあね、自分ペイソンさんの倍チャンスあるんだ。そうね、くそ、やっちゃうよ。よっしゃ、やってくぜ。一等なんか海賊みたいなね。あー、外れてる。これ手元見た方がいいよね。手元見たいよね。ティアシから削っていこうか。頑張って。いくっすよ。見て。はい。これ暗いな。ライト使いますか。うん、いいよ。じゃあ
全然削れない。なんか当たってる？やば。あ、同じでしょ？うん。同じでしょ？うん。何それ？当たれば100万円じゃん。あざす。ああ。全然違う。でもパッと目は当たったっぽいよ、これ見て。お、みたいな。やば。自分削り方下手すぎ。どう？まあ、1個ずつね、うん、いくらいくらいくら、これは何、何それ、3等のやつか、3等1万円ってことは、あ、あもう終わった、まあ、あとはもう僕らの反応楽しんでもらいましょう、うん、もう飯の時間までね、間もないんで、そうなんですよもうすぐね、飯来るんでね、早送り、はい、おー、惜しい、声出ちゃうね、これ、おお惜しい、これ当てようぜ、本当に、あ、当たった、嘘、何、当たった、本当に言ってる、本当に、え、見せて見せて見せて、ちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね、うん、いや、すいませんね、もうさ、お先に、お先にすいません、え、本当に当たってんの、上の上段6等、うん、お、200円、すごっ、やった、もうでも10枚買ったら必ず当たるやつ、そうなんだよね俺が5枚しか買ってないんで、これで当たればすごいよ。あ、びっくりした今。え、一等来たと思ったら。いや、びっくりさせられるよねこれ。うわー、当たって、皆さんはね、この削る音を楽しんでください。 ASMR 動画なんだこれ、結局これテーブル汚ね汚くなこれ、俺の部屋でやればいいもん。はい、終わった、俺帰るわ。俺戻るわ。早っ。全部外れました。でもこれ、10枚買った時って、うん、一番下になんか当たりがあるっていうイメージがある。うん、他の方のチャンネル見ると。あ、痛い痛い痛い。痛い痛い。外れ！やばいね。ああ、100万円はないね。ああ、何もなかった。いや、こんなバラバラなことある。ラスト2枚。もうこうでいこう。いや、もう100万ないけど。100万ない。お、真ん中が。おお、何、いくらそれ。200円。ああ、惜しい、惜しいとかわかんないけど。ドキッとする、これ。うん。やばい、足つる。いや、ラスト1枚はね、ドラマが待ってるんですよ。これ当てて。もう上から1個ずつね。うん、終わったんだけど、もう。早っ。ってことは ?6 等もない。うん。ってことは2等か。2等が来るんだ。いや、サンキュー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 。ああ。はい、ということで、今から飲みに行ってきます。200円当たったぜ。いや、いいなぁ。ティアシのチャンネル概要欄に貼ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、それでは、この動画面白かったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、以上です。あ、そした明日。